バッシュで 100m10 秒台出したっていう。あ、本当それが先ほど言ってたその僕日大の体育学部だったんですけど、その時に 授業で 100m 測るっていうのがあったんですよ。で、皆さん陸上スパイク買っててそれでやんなきゃいけなかったんですけど、僕だけ持ってなくてでバスケットシューズで行ったんですよ。そしたらその陸上部の方がサッカー部汗速そうだから一緒に走ってくれないって言われたんです。で僕もまあ陸上部だからもう勝てるはずないなと思って走ったら勝っちゃったんですよね。その時に出たタイムが10秒7だったんですよ。それで初めて知ったっていう。だからそれは本当の話です。でそこに偶然ですけど今武井壮さんっていうじゃないですか。他の大学だったんですけどなんかグラウンドを仮にその練習に来てたらしくて、その場におられたらしいです。それをこの間なんか YouTube ですかね、ラジオでしたか、武井壮さんがそれ語っていただいてて、僕実はそこにいたんですよみたいな、それを測った時に、そうね、スカウトされなかった。いや、スカウトされましたよ。本当されました、はい。ただ10秒で走ればヒーローじゃない、90分走らなくていけないんだよそこが面白かったですもうあれ一瞬で終わっちゃうんで、もうあんな追求できないですね。もうまっすぐなためだけにもう筋肉とか、はあ、なかなか大変だと思います。あれはあの話本当、あの犬と競争したって、あの嘘ではないんですけど、その勝ったというよりも追いかけられてたんですよ。ああ、そうしたら足速くなるよな。追いかけられて噛まれそうになったら必死に逃げたら逃げ切ったっていう話をマスコミの方にしたら、なぜかもうそれがなんか一命になってまして、ね、それが噂になったという、はい、大きかった犬。いやまあでも柴犬みたいな感じでしたけど、はい、犬は速いよ。いや速いですね。いやもう噛まれると思って必死に走ったらいつの間にかこう、はい、で金網に飛びついて見たら犬がこう座ってたっていう話をしが大げさになり今に至るという、はい、それは犬に勝ったら人間には負けられないよな。そうだね面白い面白い。岡野さんは犬とかけっこして速くなって、鶴田さんも犬に関係してますよね。僕はあのボールキープする、こうドリブルとかこうフェントかけても一番いいスパーリングだな、うん、もう休まないでボール取りに来るからねフェアな相手だからね、絶対ボールを狙うからね本当犬はね、あのボール出したらもう遊びたくてしょうがないから、で取ったらもう追いかけるし、だからそういうところがやっぱりいいスパーリングですね。これはね、僕もただ追いかけられただけなんですよ岡野さんのおじい様が昭和三吉のお一人で、はいはい、なんか、はい、達筆な、達筆っていうかすごいんですよ。すごいんですよね。すごいです。小島雄慶と言いまして、文化功労賞もいただいてて、でまあなんかこう字というよりも絵みたいな字なんですね。今すごく流行ってるじゃないですか、はいはいはい、もうそれを最初に書かれた方で、で国会で認められなかったんですよ、これは字じゃないっていう、でも海外の人から見たらすごいアートで、でホワイトハウスとかにも字が飾られたりとか、はい、でスイス、そうなんです、本当なんですよ。でそういう海外のスイス美術館とかでは飾られてたんですけど、亡くなってから認められて、で例えば遠くから見ると
家が燃えてる感じに見えるんですね。で近く行くと漢字の炎になってるみたいな字なんですよ。でおじいちゃん家行くと必ず絵描いてくれて、で真似して描いたりとかはしてたんですけど、でもスポーツもすごいお好きだったんで見てほしかったですね、プロになった姿を。はい、でも書道家をやらせようとはしてたみたいですね。はい、まあ、僕はでも小学校そうですね4年生だったからそれぐらいの時にもう亡くなっちゃったんですけど、それでもご縁があるというかびっくりしたのが、僕が浦和レッズに入った時に浦和駅ってあるじゃないですか、あれもおじいちゃんの字なんですよ。びっくりしました。そういうのもあったりとかして、はい、だから高知県には銅像も立ってますし、はい、まあ、書道やられてる方は大体皆さん知ってるのかなと思いますよ。書道をやられてる方はお孫さんが岡野さんってこともまだ知ってるんですか？知ってます、知ってます。あ、知ってますっていうか、僕あのこの間だから鳥取県でなんか展覧会やってたんですよ、あの字の、はい、おじいちゃんの字に似てるなと思って見てたら、手島優慶なんとか会とかでやってるんですよ、鳥取の方が書道をやられてる方、これ手島優慶の字ですよねって僕が言ったら、そうですよ、青岡野さんじゃないですかってなって、これ僕のおじいちゃんですよって言ったら、みんなえーってなったはぁ、あ、みたいな、これ僕のおじいちゃんですっびっくりされて、なんかおじいちゃんがなんかもらったことある？ありますね。僕はあの一番最初の孫だったんですよ。だから書道家にやっぱさせたかったらしくて、おふくろがやっぱお弟子さんやってたんで、おじいちゃんのなんで、ずっとやらされたっていうか、あの書道の大会出たりとかは知ってましたけどね、サッカーもやりながら。まあでもやっぱ落ち着きなかったんでダメでしたね。やっぱりじっとして座っておられない人無理です。岡野さん、じゃあの結構育ちのいい家庭で育った。そうです、野人って言われてますけど実は結構ちゃんとしてるんですよ。まあ結局そのサッカーももう中途半端で、でも勉強も全然ダメで、やっぱり選手権出れるような高校行きたかったんですよ、神奈川の。でもあれってもう推薦とかじゃないですか。でもどこも声かかんなくて、で行ける高校ってもこうサッカー弱いしなってなって、どこも行けないなって言った時に、なんか親戚のおじさんが島根県にすごいいい高校で全寮制で、でやっぱり島根県は高校数も少ないから選手権出るチャンスあるから、そこ行って自分のことを宣伝できるじゃないってなったんですね。あ、それいいなと思って、僕はあの高1の時に島根県に行って、で今の立正大湘南っていう結構選手権ずっと出てる、あそこが昔湘南学園松江日本大学高等学校だったんですね、付属だったんです日大の。でそこ行ってうわーって思ってたらサッカー部ないんですよ。やっぱり陸上部？いやもう陸上部だったらいいんですけど、どっちかって言ったら構成させる学校だったんですよ。そういう不良とヤンキーを。入学式とかもう本当にリーゼントの人たちしかいなくて、でもう喧嘩大会始まってて、うわこんなとこ来ちゃったと思って、全部サッカー部あればいいかなって、サッカー部もないんですよ。でどうしようかなと思ったんですけど、もう作るしかないって言って先輩と2人でサッカーやりたいって言った先輩いたんで、2人で募集して、でサッカー部作ってっていう。で僕が監督兼コーチやってる、でうちの親父が教えに来たり、うちの親父もまあ小学校の頃ちょっと教えてたんで、あのサッカーだから教えに来たりとか、でそれを 見てた方、近くの高校の監督がお前ら自分でやってんのかってなって、ちょっとたまに教えに来ていただいたりしたら、高校2年生の時に初めてサッカー専門の監督さんが入ってきてくれて、だから1年目の練習なんかもうボールも蹴れないですよね、人は蹴れるんですよ。なんでもう教えるのがもうどういうのが面白いかなと思って、もうこれ崖じゃないですけど、崖のギリギリでドリブルさせるわけですよ。落ちたら取りに行かなきゃいけないんですよ。ブワーって山をこうやってこうやって、だから落ちないようにドリブルとか練習したりとか、そう工夫してやりましたね、いろんな方法で。それで3位にはなったの？はい、1回やりました、新人戦が3位になりました。すごい。最初もう
喧嘩しかしないんで他の学校とも。で僕が泣きながらもうやめますって言ったら皆さんそこから一生懸命やってくださって、だから僕そういえばだからセルジオ越後さんのセルジオ越後杯も出てるんですよ、小学校の頃、その時にセルジオさんがリフティングされてて、なんじゃこれっていう以来でしたね。僕プロに入ってあの小野伸二のリフティングとか見てどっかで見たことあセルジオさんがやってたなこれみたいな、僕らだから本当に教えてもらえる人いなかったんで、ちゃんとした監督が。でもトラップができないどの頃って言ってもゴンもあんまり、あ、そうですねあのサッカーね結構ごまかし効くんでもう突っ込んでっちゃえばいいんだよ、トラップミスしたけどわーみたいなすごい人生だね。けどやっぱりサッカーやるようになってたね。そうですね、でもサッカーがあったからまあそうやってまあよかった、一生懸命いろいろできたのかなと思いますけどね、おかげで。はい、僕らの時の授業ってあれですからね、1ヶ月あの不動の姿勢っていうのがありまして、不動の姿勢、不動の姿勢ってのは気をつけ、これ授業の1時間ですねで虫ついても動いちゃいけないんですよ、で2時間目作業っつってなんか森をこう削って岩を落として紐グワーッと巻いてよいしょってみんなで引っ張って学校を作るで3時間目更新ってあれなんですよ、僕ら寮からその学校まで30分ぐらいあるんですけど、国旗持って軍歌歌いながら行くんですよ、ガチャッ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 、はい、そうなんですよ。なので僕がそれこそ日の丸つけて V ゴール入れた時は飯塚選手大喜びでした、ね、でそれで学校1回呼ばれたりしましたし、その時に学校の名前も変えたからこの話はテレビでしないでねっていうずっとしてますけど、ずっと公演で使わせていただいて、この間ドラマにもしていただきました。面白い経験してるね、人生でね。これからどういうことをまだ経験するかねそうですね、すごいよな、はい、3年目ぐらいに降格してしまって、で僕はもうその時に辞めますって言って、で東京でなんかお仕事ないかなみたいな感じだったんですけど、そしたらその代表の司会にまた呼ばれて、僕は GM やってくんねえか、僕の知り合いのそれこそミュージシャンの方がいて、ライブ見に来ないって言われて見に行ったら、今からすごい人来るからパーティー出なよって言われたんですよ。その時に来ていただいた方がゼップさんって言って、ゼップ東京って、ね、結構僕がのきっかけでスポンサーになっていただくこと結構あったんですよ。そしたら次の株主総会で代表取締役になってくれっつって、ボムスケジスタイルを見ようかな。